ちょっとパスコースが流れます。クーパー、武田良純、外でしょうか、どうだ、ワカ、上手、足長い、2メートル2センチのワカのトライです。キックパスを使ってきたんですが、走り込んでどうだ、繋いだ、中まで持っていきます。大きなストライド。そしてゲニアはすぐにアタック。クーパーから外、ワイマンのカッパー、外だ、小野木スリップしたか、ただゴール前です。伸ばした、最後はワカーです。クエイド、クーパー深いラインで、こちらサイド、サナイラ、ワカー2つ外した、伸ばしてトライ。縦に行きます、武田、クーパーに渡った、内側、ヒトラ、もう一ついった、最後はワカーです。スーパーがいった、クーパー踏み離しました。ワカー今日よ、さあ抜けた、ワカー、これバッソの打ちに来て、ワカが中央にトライです。このタッチでしょ、このタッチでボールが繋がっています。さあワカ、外した。今シーズン何度もこんなプレーがあります。ヒトラからチャンス、ライナーズブレイクか、捕まえた。さらに内側、ジョシュア・ノーラがポイント作ります。おーい、見せました、ここも伝えて、もう一枚手前待ってますが、ワカ、サナイラ、ワカ前半3本目。クーパーどうする、長いパスです。さあワカ、ここで離した、さあチフタップしていく、片岡連続、しかしよく立っていましたね、繋ぎました。そしてこの大股、202センチ、ワカ外で外した、取り返してきます、後ろを通す、クエイド、クーパーここにいた、うわ、アウトサイドのキックが胸に入りました。なっ、ワカそのまま行く、うわ激しい、長い手で押さえた、そうですね。